い、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミルパケストでございます。というわけで、深夜12時学校で第10回目2桁ですね、やっていきたいと思います。はい、前回なんだっけあ、そうだ、なんだっけ、心霊写真の ABCDE 全部揃ったところだよね。これでどこ行くんだっけ。心霊写真全部揃ったから、っていうか今ここ何階よ。3階から4階の踊り場、じゃあここ3階ってことだから、ちょっと1回あれだ、彼に、カンナギくんに、おい、カンナギ、ね、ああ、ケンゴくんが来てくれて嬉しいよ。実はさ、カンナギくん、カンナギくんがさ、そこにいるのにさ、そう、僕たちどこに行けばいいのか分かんなくなっちゃって。ヒントください。うん。なんだか随分暗そうだね。確か、進路指導室に懐中電灯があったよ。え？それを今から取りに行くって？ああ、そうだった。そうだった、進路指導室に、明かりを取りに行くんだよね。そうだ、それで図書室の、あそこのお化けちゃんたち、もうなんとかやり過ごすってことだったよね。びっくりした。追われた。特に何もないです。しかも、進路指導室のここで鍵を持ってたから開けるんだよね。よし、ガラスケースの鍵を開けた。うん。うん。開いたみたいだね。うん、開きましたよ。よし。これで明かりに困らないですね。うん、懐中電灯を手に入れた。やったね、ケンゴくん。早速明かりをつけてくれるかい？ウィス。ん？あり？んだこれ、全然つかねえぞ。接触悪いんかな。くちゃくちゃくちゃちくしゃー、全然つかないっすよ、これ。電池。チロン先輩、今なんて言ったっすか。いや、だからさ、懐中電灯の中に電池が入ってないんじゃないのかい。ごそ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 、ビンゴ。ケンゴくん、君確か電池持ってたろ。あれ使おう。それだ。ということで懐中電灯に電池を入れた。うん、いいさ、懐中電灯のスイッチを入れるっすよ。カチッと、無事についたっす。やったやった。嬉しそうにはしゃいじゃって、ほんと可愛いんだからケンゴくんは。これね、かわいいとか、男に向かって言う言葉じゃないっすよ。まあ、とにかく、これで探索しやすくなったっすね。うん。そうだね。A でライトを消すだね。A でライトを消す。うん。これができるようだから。んじゃあ、これで、ようやっと、図書室の、お化けちゃんたちに相当近づけるわけだね。もう一個上だね。よし、じゃあこれで侵入します。明かりを消してゆっくり近づくと。あ、しかもあれだ、あ、カンカンあった。カンカンなくなってると思ったらカンカンあったわ。なんだよ。よし、もう一回だ。よし、カンカン見えないだけか。カンカン見えないだけであそこにあるんだな。じゃあやっぱり上から行くしかないんだな。よし、よし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 、 OK。あれ、こっち側にもカンカンあった気がするな。
ち側にもカンカンあったような気がする。あ、やっぱり。あ。あれ？カンカンがあそことあそこにあるから、でも目の前を通っちゃって大丈夫なのかな。まあやるしかないね。よし、じゃあもう一回、もう一回。よし、じゃあゆっくり通っていくっすよ。よし、こうやってゆっくり通っていって、まあ目の前を通ることになっちゃうんだけど、大丈夫なの？あ、大丈夫だった。よし、到着。あれ、なんか隣明るくないですか？本当だね。とにかく入ってみよっか。よし、なんとか通れたね。うん、やったっすよ。あっちの先輩、パソコンルームにやっと入れたっす。ケンゴくん、さすがに喜びすぎだろ。小学生かい君は。まあ実際入れたのは喜ばしいけどさ。うん、なんか全部パソコンついてるね。そうっすよ。人間嬉しい時には素直に喜ばないとでしょ。負けたよ君には。ってことでね。うん、それにしてもここだけ明かりがついてるのって変じゃないっすか。うん、確かにそうだよね。でもパソコン使えそうだし、メールとか出せないかな。それだ、早速やってみましょう。ということでね。じゃあ、やるのかな。ここに3の1って書いてあるけど、どういうこと？3の1って書いてあるっす。どういう意味っすかね。考えてもわかんないや。なんか、いいもの可愛いっす。ね。なぁ、言ってて。ふ気になる方はないですね。このゲームをやると、どうしてもね、なんか、ぼやきが出てくるね。大したもんは何も、なんもないっすよ。だって、この二人がさ、こんな大変だと。あ、なんか蹴った。君、今何か蹴っ飛ばしたよ。ん？本当っすか？これだね、この光ってるやつね。蹴っ飛ばしたのはこの鍵だったみたいですね。ラックの鍵を手に入れた。うん、どこの鍵かな。あ、もしかして図書室の開かなかったところじゃないですか。うん、案外そうかもしれないね。うん、なるほど。じゃあそれは後でね。パソコンの画面に何か表示されてる。数字の12っすね。それよりメール出せないかな。俺に任せるっす。はい、ピピピピピと。うん、何をしても画面が変わんねえな。これ以上は時間の無駄っすよ。うん、そうだね。でもこの画面に映ってる数字ちょっと気になるね。うん、気になる。12が、12が気になる。ここは何かあるかな。パソコンの画面に何か表示されてる。数字の14っすね。数字が変わったね。14と12、なんだろう、何が関係あるんだろう。分かんねえな。ここは特に、他は何もないのか。ここは何にもないね。こっから、こっちから出れんのか。鍵を開けた。あれ、どうした、ケンゴくん。いや、おかしいんすよ。今、鍵開けたっすよね。なのに、ドアが開かないっす。それは変だね。ま、考えても仕方ないしさ。パソコンルームの中をいろいろ調べてみようか。うわっす。まだ調べ足りないってことか。でも調べられるのは、あれ、お、全部見れるの、もしかしてこれ。ここが11、18、これはもしかしたらメモんないといけないんじゃないか。メモ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 、ペンペンと紙。
1234561910111213141415161718、一応1から18までの数字みたいなんだが、ん？千野先輩、今の。おそらく鍵が開いた音だね。ん？なんで？何をした？ケンゴくん、ちょっと待った。おっと、なんすか？パソコンに表示されてる数字って1から18まであったの気づいてた？へえ、さすが千野先輩、よく見てるっすね。で、それは何か？当然これも例の仕業だとするとさ、多分黒板に書かれたものと関係があると思うんだ。黒板の、なんすか？3の1ってやつかい？これ、なんて書いてあるように見える？3の1って書かれてるけど、どういう意味すかね？そう、3の1って書いてあるよね。前にもあったけど、これ多分。あ、もしかしてあれかな。とりあえず行ってみましょうか。3の1に行けってことなんですね。うん、とりあえず鍵が開いたからここから出て、まあ暗いからライトつけましょうや。あ、そうだ、ちょっと待って。ここじゃん、ここ。あ、開かなかったら、この棚は重要な書籍を扱ってるから普段は鍵がかかってるんだよ。ね、じゃあ個別で開くか試してみるっす。ってことでね、手に入れた鍵でラックの鍵を開けたと。予感的中だね、ケンゴくん。うっす。じゃあ中の方を調べてみましょうか。その前に懐中電灯をつけないと。あ、そうっすね。これでさ、見てみよう。うん、これといって役に立ちそうな本はないっすね。ちょっと待った、ほらこれ、なんかメモが挟んであるぞ。メモ。伸びる廊下の階、バツバツ月バツバツ日、一年何組の、詐欺り久美さんが突如学校から消えるという事件が起こった。友人の証言によると、部活終了後、詐欺りさんは3階の教室へと忘れ物を取りに戻り、そして戻ってこなかったらしい。友人は震えながら一枚のメモを私に差し出した。サキリさんが消えた廊下に残されていたようだ。そこには次のように書かれていた。伸びる、伸びる。どこまでも伸びる。逃げても、逃げても、逃げられない。見つからないように、静かに、静かに、静かに。でも、結局は見つかってしまう。そうなっても、諦めちゃダメ。今度は走って、走って、走って。でも、やっぱり私は出られない。きっと、霊が苦手な、が、ないから。私はメモを見て、これが伸びる廊下の階だと直感した。伸びる廊下の階とは、少女たちのスカートの中をずっと覗いていたいという、つくも神となった廊下の霊が起こす現象なのだ。しかし、正体がわかれば何ということはない。彼女は、思っていなかったようだが、私は準備してことに挑むことができるのだから。うん。ドヒャーな内容っすね。冗談だろ。こんな霊がいるなんてさ。ビビんなくていいっすよ。ほら、この霊って女の子限定で出るんすよね。俺いたら多分出ないっしょ。しかし、エロい幽霊もいたもんっすね。女の子のスカートを覗きたいって。ははっ。いや、まあ気持ちはすんげえわかるんすけど。覗かれる方としては全然笑い事じゃないぞ。
そうだね。そうっすね。すみません。うん。素直に謝ったから許してあげよう。それと、ここに書いてあったこと重要そうだからさ、一応メモっときなさい。はーい。うん。でもね、何々を持ってなかったから。あとはなんかあるかね。気になる本はないっすね。お、この本ちょっと気になるっすよ。うん。闇に潜む霊、著者キャリー・オーメン。オーメンだね。うん。その1、霊は光に敏感に反応する。その2、霊がいるところは冷える。その3、霊は様々なものに影響を及ぼす。ざっくり見た感じはこんな内容だね。なるほど。ほんで？他になんかあんのかな？ここはないね。ここもないね。うん。気になる方ないっすね。ほんとかよ。もうちょっと本に興味を持ちなさい。興味なさすぎだろ。ないっすね。何を持ってなかったからなんだろう。何かを持ってれば、あれなんだよね。多分できるってことだよね。例に対抗できるってことだよね。何を持ってれば対抗できるのかな。とりあえず一回セーブしといた方が良さそうだね。なんか追っかけゲーが始まりそうな予感がするよ。とりあえず3回行って、そういや、伸びる廊下の階ってこの3階で起こるんですよね。そうだけどさ、あんまり思い出したくないからその話はやめてよ。あ、すんません。別に怖がらせるつもりはないんですけど、ただ学校の霊を鎮めろ、さもないとここからは出られないって言うんでしょ。それっすね。まあ、なんもないと思うっすけど、とりあえずちょっと歩いてみましょうよ。ほんと強引なんだから、ケンゴくんは。でもそんな強引なケンゴくんが、てんてんてん。ふざけんじゃねえぞ。っていうね。とりあえず、あれだ。カンナギくんに説明をしよう。ああ、ケンゴくんか。来てくれて嬉しいよ。うん。こんなことがあったんだよと。ね。うん、困ったことねえか。うん、今ちょっと話せないんだ。これは同じだね。よし、じゃあヒントをもらおう。伸びる廊下の階か。一度迷い込むと出られないとかなんとか、懐中電灯が役立つなんて話を聞いた気がしたけど。あ、そうなんだ。じゃあ、あの持ってるから大丈夫なんだね。よし、何？何にも聞こえないよ。千奈先輩、今なんか聞こえなかったっすか？私は気づかなかったけど、なんか声でも聞こえたのかい？いや、声っつうか、うまく言えないっすけど、なんか違和感が。ん？あ、廊下が伸びたー。まさかこんな伸び方をするとは。廊下が伸びたっす。だから言っただろ、すぐに2階に降りてれば会わなかったのに。うん、だなあ、ビビんなくて平気っすよ。廊下のつくもおしんでしたっけ。そんなエロ妖怪みたいなやつ大して怖くも。おお、真っ暗になった。やっべ、何これ。千奈先輩、知らん間に周りがどえらいことになってるっす。ヒャン！また何か。なんだこれ。千奈先輩、急に座り込んでどうしたっすか？ケンゴくん！何突然喘いでるんすか？ちょっとわけわかんないっす。もしかして俺のこと誘って。遅延が言うか。なんかいる。いや、舐めてくるの。
舐められる？もしかして千奈先輩のスカートの中今すごいことになっちゃってるんですか？バカ、そんなことより、足叩いの、こんなの我慢できない。くそ、何がローカルかいだよ。スカートの中見たいだけじゃなくてエロいことまでするつもりかよ。怒ってないで、助けて健吾くん、私このままじゃ。分かったっす。とにかく俺が支えてるんで、こっから逃げましょう。ほら、しっかり捕まってくださいよ。うん、ただここあれじゃなかったっけ、見つからないようにゆっくり逃げなきゃいけないんじゃなかったっけ。健吾くん、とにかく逃げよう。脱出の仕方は覚えてるだろ。脱出の仕方と言いますと？しっかりしてよ。図書室で見たろ、廊下の階から抜け出す方法。忘れたなんて言わせないぞ。ああ、あれっすか。大丈夫、バッチリ頭の中に入ってますから。さ、逃げましょう逃げましょう。不安だな。ということでね、ここで一回セーブできるんだ。16までなかった。じゃあここだね。よし、じゃあとりあえずゆっくりゆっくり慎重に、ゆっくりゆっくり慎重に逃げる。あれ、こっち側に逃げるのか。こっち側っぽいな。あれ、わしゃわしゃしてるわっていけない。ゆっくりゆっくり、見つからんように、見つからんように、ゆっくりゆっくり。ゆっくりゆっくり見つからん。これでいいんだっけ。これでいいんだよね多分。じゃあここはきっとライトを消せばいいんだ。よし、で見つからんように、ああ地道な作業だな。ゆっくりゆっくり見つからんように、ゆっくりゆっくり。ん？だいぶ進んだと思うんですけど、次はどうしたらいいんですかね。うん、まったくもう、さっきはバッチリスとか言ってたくせに本当に適当だな君は。意地悪しないで教えてくださいっすよねえ千奈先輩。仕方ないな、次はね。ちょ待て、ストップ先輩、向こうから何か来るっすよ。追っかけゲーだ。健吾くん急いで、はぁ、あー捕まったうわー、伸びる廊下の階。ん？バツバツガツバツバツ日、うん、さぎりくみさんが学校から消える、戻ってこなかった。そうなっても諦めちゃダメ。今度は走って走って走って。うん。やり直し？うん？ぼーっとしてどうしたの？ゆっくりしてる暇はないんだよ、健吾くん。そうっすよね。あれ？やり直し、ただのやり直しでいいってこと？私はインターダッシュするね。じゃあ、ここを抜けたら今度は私はインターダッシュ。あ、よかったな、少し。
さあ、今度は行くぞ。よし、急げ逃げるんだ。急げ。よし、急げ。そしてライトをつけておこう。よし、オッケー。抜けれた？抜けれたかな？千代先輩、俺らもしかして、はあ、はあ、一時はどうなるかと思ったけど、なんとか抜け出せたみたいだね。よっしゃ、廊下の階なんて目じゃないっすよ。あははは、ほんと健吾くんは調子いいんだから。うん、よし、なんとか行けたみたいだね。いやでも、千奈先輩に何もなくてよかったっす。ぶっちゃけ、千奈先輩さえ無事なら、俺。うん、ありがとう健吾くん。私も君と同じ、君が無事で本当に良かったよ。ちょ、んなこと言われたら俺、千奈先輩の顔まともに見れなくなるっすよ。冗談言っちゃって、さ、そろそろ行こう。うっす。ってことでね、はあ、じゃあなんとか抜けられたから、セーブをしよっか。もうこまめにセーブしていくよ。で3の1に向かえばいいんだっけ。あ、でもそろそろお時間ですね。廊下の階を抜けられたところで今回は終わりにしたいと思います。はい、ではここまで見てくださった方ありがとうございました。ミルバキストでした。ではまた次回、アデュー。